どうも、スバタです。いやー、なかなかね、終わらないね。終わるどころかね、ますますね、過熱する、誠さんとヘタレ b ボーイさんの喧嘩。喧嘩というかもう実質も喧嘩じゃなくてさ、ヘタレさんが、女子高生妊娠させたとかもうその話だけだね。それが本当か、嘘か、もう真実か、ガセか、もうそれだけの論点になってきてるんだけど、もうね、多分ここまで来たらね、その事実、嘘、そんなの関係なしに、もうイメージアップはもう難しいから、もうこうなったらね、もう逆手にとってさ、もうとことんヒールで行ってみたらって思うんだよね。まあほら、孫子でさえさ、柴田さんね、孫子でさえ、あれは作りキャラじゃん。本当はね、いい人なんだけど、わざとヒールキャラをしてるわけ。炎上系っていう道はさ、やっぱ手っ取り早くさ、人気、話題性得られるじゃない。だからそれをまあ分かってるから孫子はあえてヒールっていうキャラをね、まあ多少のリスクがあるよ。運営にバンされたりとかさ、目つけられたりとかはするけど、ね、それなりのリスクと引き換えに、ヒールっていう炎上系っていうね、手っ取り早く人の注目を浴びられる方法を選んだわけなんだけど、まあそれでも孫子はほら、ヒールごっこなんだよ。本当に悪い人じゃないんだけど、もうヘタレさんはもうとことんもう俺本当の悪だぜっていう風に、売ってみたらどうかなと思うんだよね。この際、もうここまで来たら。でも実質さ、イメージアップとか無理だと思うんだよ。まあ、あそこまで行っちゃったら。うん。もう何を言ったって上げ足取られちゃうじゃん。だからもう開き直って、もう筋肉マンでいうさ、悪魔将軍とかさ、ネプチューンマンのポジションもう俺悪だぜってもう開き直っちゃうのもう。開き直っちゃうの。うん。そうすればね、逆にね、ファンが増えるんじゃないかなと思うんだよね。やっぱね、今、動画見ててさ、まあ、ね、まあ、嘘か本当か分かんないからね、もう言えないんだけど、まあ全部言い訳に聞こえちゃってんだよ、みんなには。うん。だから、逆にマイナスになっちゃうんじゃないかって、まあみんなも言ってるけど、まあその通りで、だからもう開き直っちゃうんだよ、もう。で、本当のね、もう演じてる、孫子みたいに演じてるヒールじゃなくて、もう本当のヒールになっちゃう。もう本物のヒールの誕生だってことでさ、どうとこと開き直る。でなきゃさ、まああとなんかもう撤退しかなくない？あんだけもうやられちゃってたらさ、だってどう考えてもさ、それもう低評価つける理由になんねえだろっていうさ、なんかハムスターだかネズミだかわかんないけどペットをさ、映してるだけのあれ、ね、低評価つきようがねえのにさ、低評価つけてんじゃんみんな。もうマスオさんじゃねえけどさ、マスオさん現象じゃねえけど、もうベタオ現象が起きちゃってて、もうああなったらね、厳しいんだよね。うん、だからもう、開き直るか撤退かしかないんじゃねえかなと思ってさ。だから、もう、孫子を超える、もう、ヒール中のヒール、もう、本物のヒール YouTuber として、なんか活躍してほしいなって思うね。今のなんか、ね、中途半端な感じはちょっとね、うん、好かれようとし、みんなに好かれようとしてんだけど、好感度アップしようとしてんだけど、みんなにも、何を言ったって上げ足取られてね、なんか言えばそこを詰められて、攻められてた、じゃさ、もう、厳しいから、もう、思い切ってヒールになっちゃえよ。もう、孫子を抜かしちゃえ。ヒール中のヒールの誕生だ。それで、決まりだ。